この信長が目指すは天下不平じゃ。ここはどこじゃ。奇妙な化け物がいるようじゃが。なんだこの化け物は。このままじゃやられる。死にたくない。何やら声がしている。わしの配下にして道案内をさせようぞ。天はわしに新たな戦場を与えたか。ならばこの世界で天下不平を目指すのみ。ありがとうございます。おかげで助かりました。わしに逆らえば撃つ。化け物よりよっぽど恐ろしい。逃げるぞ。ありがとうございます。なんと礼を言ったらよいか。わしに従えば首は繋いでおいてやろう。うわぁ、殺される。逃げろ。またしても逃げおって。ここは一体どこ。それにこの化け物たちは何。ここはどこ。私はなぜ襲われているの。娘、この信長の家来となれ。誰にものを言っている。さばいてあげるわ、今すぐに。裁きの時は来た。猫が魔人の娘に勝てると思うの。たわけ。わしこそ第六天魔王。小娘にはやられぬわ。少しはやるように。気を伺って仕留めよう。娘、この信長の友をせよ。断るな。力ずくで参るぞ。私の邪魔をするの。なら殺さないと。それが役目なら。猫が立っている。よかる。どうすれば。そこまでだ。止めてやろう。落ちなさい。いやあ、お見事。ふざけた人間だ。お前も殺されたようだな。とんでもない。力を貸してほしいだけだよ、英雄さん。ええ。ちょっといいか。頼む。あ、え？いや、すまない。この世界は、
ああ。愚かな人間よ。いや、そう、いや、おお、厄介だな。すまない。よかろう。そうだな。うん。ひゃあ。ふん。面白い。それで終わりか。つまらんな。あの、やめてください。雑魚が邪魔をするな。雑魚？小さいからって舐めないでよね。ふん、ならば俺を楽しませてみろ。この人強い。みんな気をつけて。ここにいると巻き込まれるわ。安全なところに逃げて。早く。最強は俺だ。悔しいが一度下がった方がいいか。彼の目を引きつけないと。あなたに私は倒せない。試してみる。ふん、雑魚にしてはやる。今日のところは引いてやろう。ところで、ここはどこ？マリー、お家に帰りたいです。すまない。いろいろ説明したいが、まずは彼を倒さないと。ここまで来れば安全か。リョフ殿は帰っちまったのか。勝手、いや、自由な人だぜ。まあ仕方ない、あいつ抜きでやるしかねえな。まずいな、なんとか立て直さないと。そういや、援軍はここから来るって言ってたな。守っておかねえとまずいか。なら、ここは頼んだ。あっちの敵は勇者と質問に任せとけ。この危機に泉を奪おうってのか。不届きな真似はよすんだな。
勇者に任せな。泉？一体何のこと？飛び出やがって。倒して悪事を吐かせてやるぜ。やるじゃないか。すまねえ、シュウソウ。ここは引くぜ。突っ走る。突然こんなことになってびっくりしましたけど、無限に全身に知っている人がいてよかったです。私もマリーさんとカスミさんの顔を見てちょっとだけホッとしました。本当に一人きりじゃなくてよかった。力を合わせてなんとか乗り切りましょう。追いかけても無駄だぜ。じゃな。これは戦う宿命。おかげで助かったよ、美しい英雄さん。ちょっといいか。頼む。ああ。え？すまない。ああ。そんな。いや。いや、おう、すまない。わかった。はあ、そうだな。そんな。いいえ。ありがとう。はい。おお、英雄さん、頼む。